はい、こんにちは、勝又博物館です。今日はこれ、ドン、仮面ライダー改造人間振動ベルト、ブルブルして変身だということで、昔のやつですね。トルトルキャッチャーデラックス、わかります？どういうのか昔の機械なんですけども、あったんですよ。こう横に、まず横だったかな、上かな、上か、そして横に動いてまっすぐ行って、こういう、こういうのでこうやって引っ張ってきて持ってくっていうやつバンプレスト、まあプライズ限定ですね。要するに全2種類、このベルトでエクササイズ効果は得られません。震えるすごい、多分アブトロニックとかが流行った時に作られた商品でしょうね。いつのだろう、書いてないね。ただ相当昔だと思う。20年ぐらい前じゃないかな、15年か20年ぐらい前だと思う。で、必要なものは単一乾電池が2本必要ということで、相当でかいっすね。単一の電池が2個必要ってめちゃめちゃでかくない？さあ開けてみましょう。おお面白いね。あ、ちなみに絶賛発売中、カツマタン T シャツでございます。新しい T シャツ発売しました。ぜひ下の動画の概要欄見てみてください。本気で考えたやつです。これ全部オリジナルキャラクターです。これは僕です。じゃあ単一乾電池入れたいと思うんですけど、この後ろにあるね、一応ネジ式ん？何これ、どうなってんの、ネジ式かな。超絶めんどくさいじゃんこれ、4つもあるもん。そうやって書いてある？ああ、電池蓋を外し、4つだ、これ4つ外さないとダメだ。本体のゴムバンドをお腹に巻き、マジックテープで取り付けてください。あ、ネジどっか行った。あネジどっか行ったキャーメン、これ本当は赤がいいよね、白じゃなくてさ、本当は赤がいい。仮面ライダー、仮面ライダー、ライダー、ライダー。どういうブルブルなのかすごい気になる。アブトロ的なブルブルなのか、それとも本当に普通の、なんていうのかな、ブーみたいな、なんかそういうバイブなのか。めっちゃこれ疲れる、ネジ。これネジちゃんと締めないとあれかな、外れちゃうのかな。ん？電池蓋何これ、どういうこと？ん？ここ違ったみたい？モーター部分だな。ここモーター部分が出てきましたね。え？本体背面にある振動ユニットを取り出します。これ振動ユニットだよな。あ、わかった、こんなことしちゃダメだここじゃない、バカ炸裂ですね。モーターを見ちゃった俺、モーターを。じゃあもうモーターがただ振動するゲームな、これ。無駄なことしてた。もうさ、完全に侵されてるよね、デラックス玩具に脳をデラックス玩具に侵されてるよこれ。ドライバーが必要という脳に侵されちゃってるよこれ。もう違った、これを取り出すんだってで、ここに入れる全然違うもんね、笑えるよね。すごいね、単一電池なんて持ってるみんな普通に。さあ、オン。ああ、
何今の振動聞いた今のみんな来ましたか今の来ますよこれを閉じて電源オンうるさうるさあ聞いてる聞いてるめっちゃアブトロニックだあああああもうすごいマジックテープが剥がれちゃうぐらい効いてるいいねいいよあーでもこれあれだわもうすごいお腹かゆくなるやつまあアブトロニックもそれで問題になったもんねじゃあちょっとこのじゃあこの男の人の真似してみようかこれ多分あれブロンズターナーとかちゃんとあれしてると思うんだけどいやーみすぼらしい体みすぼらしい体ですなさあお腹巻いて電源オンライター変身ん合ってる今のライター変身全然覚えてないやもう1号の変身見たことないもんちゃんとトラー裸で変身してたらアマゾンだよねアマゾンとりあえずすごい振動お腹が鍛えられるかといったら違いますね確かにただブルブルしてるだけはい、面白い玩具ではないなこれパなんかあれだねジョーク商品みたいな感じだね一応公式なんだけどうんただこれマジックテープってのがいいわてかもう普通にこれさこの電動ユニットいらなくないこれあ、メイドインチャイナ2000って書いてある2000年のものだじゃあ言った通りやっぱ20年前でしたね20約もう今平成じゃないもう令和2019年なのでまあこれいらないっつってもこれどっか置いとけるわけにはいかないのでこの中にちゃんと入れといて閉じてマジックテープで閉じてこのままもうそうすると軽いしてか最悪今の抜けばちょっとしたウエストポーチになるちょっとすごい簡易的で弱いけどマジックテープでこうくっつけられるからすごいお財布ぐらいなら入れられるんじゃないこれ iPhone とかでも入れられるかもしれんちょっと入れてみよう iPhone 入らないわ iPhone は入らないですライドウォッチ入るんで変身できますプログライズキー入りますしかもすごいサイズぴったりプログライズキーすごい最大4つ入りますねいやもう1個入るかうわ5個入りますねすごいプログライズキーホルダーだこれほら見てすごいよプログライズキーがぴったり本当にぴったり入ってますからねぴったり5個入りますプログライズキーすごいいいねはいフルボトル入りますフルボトルも入りますちゃんと入ります大丈夫ですすごいねいいねあとはあとはい皆さん見てくださいシフトカードライブのシフトカーも入りますうわかっこいいね綺麗だねいいねシフトカー最大4台入ります4台乗車できます4台入りますすごいねすごいすごい面白いようん
いいねこれいいね、ブルブル機能なくてもいいね。でブルブル機能なくてもこう負けますから、負けますからね、いいね。でここじゃなくてもいい、別に巻く場所は。これ最悪本当にもうなんかあのチャンピオンベルトみたいにこうもできる。しかも意外とそんなにパッと見安っぽくない、結構しっかりしてる、ボクサーみたいなね、井上尚弥みたい。これ本当にすごくいいよ。これ頭には負けないかな、頭も負けるね、頭も十分負けますね。しかも全然苦しくない、ちょうどいい、うん、ちょうどいいです。うん、人うん、くっさ、これ古いから臭い、くっさ臭いこの布の部分がもう臭い、かびてるはい、ということで面白い、俺は個人的に大好きでした。はい、仮面ライダー改造人間振動ベルト、赤も欲しいねそれではまた明日。